おととい、うちの小笠原バナナ、沖縄でいう島バナナですけども、それがバナナオオサゾウムシにクッキーを食われて、それで倒れてしまいました。で、そのバナナオオサゾウムシというやつ、ここにいますけど、見えますかね？この、あ、いたいたいた、この、こいつこいつ。潜り込んで、取れませんね。ちょっと背中だけ見えてるんですけども。なんとか取りたいな。こいつ死んだふり得意だから、ちょっとナイフ。で、はい、バナナオサゾウムシの親虫ですね。こういうやつです。まあ、私の爪の大きさと比べてみていただいたら分かるように、1センチぐらいしかありません。こいつがですね、バナナの茎だとか地下の芋状になった部分、こういうふうに穴開けて食ってしまいます。それでバナナを枯らせるという、そういうふうな害虫です。まあ、タイではニーモイルが効くとか、そういうふうな話を聞きますけど、なんか最近探しても見当たりません。そんなわけで私もちょっと駆除に困っております。あと、まあ、リモネン溶液が効くとかいうことで備蓄していたんですけど、まあ、その一方で、沖縄からの報告だと、まあ、これは飛べない虫で、歩いて移動することしかできないと。それで移動できるのは一生かかっても20メートルぐらいだから、25メートルぐらい離しときゃ大丈夫だよというふうな、そういうふうな話も聞きましたので、私もそう思って、ご近所からのバナナから25メートル以上離してやってたんですけども、この通り壊れてしまいました。まあ、チェンマイの方が沖縄よりも温暖だもんで、その分虫の移動も活発で、ひょっとしたら30メートルぐらい移動するのかもしれないなというふうに思います。まあ、そんなわけで今日は枯れた株だとかにまだね、幼虫だとかさなぎとか成虫とかいるかもしれませんので、まあ、こういうふうな、食われた後のあるバナナの茎を、それをちょっとずつ削ってって、そしてまあ、削ったやつはこういうふうにして、上から燃えやすいバナナの葉っぱだとかかぶせて焼いて、とりあえず虫を焼き殺して、焼け残ったとしても、まあ、こっちにある土だとか、ゾボッとかぶせて、まあ、この世から絶対出てこないようにしてやろうかと思っております。あと、幼虫もどっかにいたよな、これ。どこかにいたんだけど、どこだったかな。あ、見失ってしまいましたね。白くてハエの蛆みたいな、そんな感じの虫ですね。ただ、ハエの蛆と違って、そう動き回りませんから。見失ったな、これ。どこだったかな。ここにも一匹親虫いますね。ほら、画面真ん中くらいちょっと光ってるやつ。背中だけが見えてる。これも後で駆除しなきゃいけませんね。あ、いました、いました。ここにいましたね。見つけました。これですわ。ここの白いやつ。
出ろ。こいつめ。うん。こんなやつですわ。これも親虫よりは、やや小さいけども。こういうやつが、バナナの茎の中を、こんな風に穴開けて、食い荒らしてるわけです。これ、有効な農薬か。あ、まあ、ニームオイルというのがあるんですけども、最近売ってないので、ちょっと困っておりますね。またちょっと、うん、親虫、こんな風に、今ひっくり返ってるやつもいますけど、結構ね、死んだふりが得意なので、うん。とりあえずはこいつを駆除して、虫食いのあるところは薄くスライスして、まあその中にいた虫がブチブチに切れるようにしちゃって、うん。そしてから燃やしていきたいなと思います。そんなわけで、今回はこれで失礼いたします。